自由気ままに俺は自由だ自由自由由気ままにほら歌おう自由自由気ままにさあみんなで自由自由気ままに今度のトーマスはいろんな国を大冒険仲間と共に外の世界に飛び込もうすごいね 機関車トーーーーマスゴーゴー地球丸ごとアドベンチャーいよいよイ s さんが命を吹き込まれましたエースとトーマスの大冒険の新しい映画皆さんに見ていただくんですが、はいはい、お気持ちいいかかがですかいやもう事前に見させてもらったんですけどすごくいい物語だなと改めて感じましたし何よりも、ね、トーマスと一緒に旅をできたっていうのが僕的には本当に嬉しかったですね。 イサさんもトーマスご覧になったことがあるということです,そうです、ね、けれども何か思い出があったら聞かせていただけますかやっぱあの自分の世代になるとやっぱあの子を持つあの親の友達というのがたくさんいるのでやっぱこう行くと男の子の家では必ずと言っていいほどトーマスの DVD があったりするのでそういうふうにも知ってましたしもちろん、ね、やっぱりこうずっと続けられている作品なので。 もちろんいろんなこと知ってますけどやっぱりこうトーマスの純粋無垢な気持ちがいつまでも変わらずになんか毎回毎回こう感じさせてくれることがあるのでそういうのを見るとなんか自分もそういう気分に戻ってまたなんかこう一から頑張れるなという気持ちにはいつもなりますねまさかイ s さん <S、はい、<S トーマスと一緒に冒険の旅に出ることになるとは本当に思わなかったですねいやもうただただ光栄なのと自分がやらせてもらうにあたってはやっぱこう一生懸命。 エースというキャラクターを演じながら自分もエースになりきってやることができたのですごく楽しかったです、ね、あの伊佐さんも、ね、映画をご覧いただいてちょっと改めてになりますが、はいうん、またご感想を聞かかせてていいいいただいてもでいいですすそうですね、あのー、今回の旅はトーマスをそそのかせて <laughs> いろんなところにこう引っ張っていくわけですけどもトーマス、純粋にあのエースのことをかっこいいと言ってくれてそれで自分もやっぱり。 いつか世界を旅してみたいというトーマスの夢があったと思うのでそれで、そそのかされる形にはなるんですけどでもトーマスもやっぱそういうふうにこう自分が行きたいところに行きながら旅をしながらで友達の大切さというものを最後にはちゃんと知ってでニアにねちゃんとこうまた会いに行くところが僕は結構じんときたりしましたしいやあんまり言うとねこれから皆さん見るので楽しみにしててほしいなと思いますけど今回もトーマスはかっこいいです。 はい、これから新入園ですとか新入学ですとかす、ね、新級迎える方も多いと思うんですけれども伊佐、うん、さんからあのお友達をたくさん作るコツあったら聞かかせせていただけませんかそうですね、まああのー、これからねたくさんいろんなお友達ができると思うんですけれども何よりも、あのー、毎日毎日元気よく学校に行くことがまず大事ですしそこでやっぱりこういろんなお友達できると思うんですけれども仲良くね みんなでいつも遊べたり笑顔でいれたりするような環境が一番だと思うのでま,あまずは元気にね学校に毎日通うことが一番だと思うのでそのまあサポートもねお父さんお母さんも大変だと思いますけれどもぜひぜひ我が子の成長を見ながら一日一日を楽しんでいってほしいなと思い i s 伊佐、はい、さんは毎日休まず学校に通うお子さんでした。そううでですね、あのー、人より早く行く行のののがが好きだっった教教室室誰もいないいなににに一番に入るっていうのが特に 好きなタイプだったのでそれでは最後に i s さ,さん、今日腰お越しのお父さん、お母さんにもメッセージをぜひ、いいたしますすそうです、ね、あの多分我が子の成長は日々日々楽しみだと思うので、今の一日は今しかないですし、明日また多分違う明日が来ると思うんですけど、きょうをあのちゃんと楽しんで、子どもの成長をちゃんと見守っていてほしいなというふうに思いますし。 えー、夢や希望を持って子育てしていってほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。